はい、皆様どうもマフロです。それでは、ネクタリスですね、マップ6やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、やっていきます。中立の工場が2つですね。中はこんな感じで、パルコ、対空戦闘機ですね。戦車などには攻撃できません。対空しか持ってません。こっちはハンターがいますね。対戦車などでものすごい脅威な敵です。戦車は対空を持ってないんで一方的に攻撃されるんですね。あ、ここにいますね。そして移動範囲もものすごい広いです。はい、あとドレイパー、占領のできる超移動型っていうんですかね、移動範囲の広い歩兵です。新しいのはそんなもんかな。いかにここを相手が取るのを阻止するか、自分が取るかによっておそらく勝ち負けが決まってくると思います。じゃあやっていきます。まずはハンターさんの範囲がここか。じゃあおそらく攻撃してきますね。おとりですね。おびき寄せようと思います。で、うまくおびき寄せればこの崩壊で攻撃できるはず。どうでしょうか。やっぱ攻撃してきましたね。お、よくやった。格上相手に、いい戦闘しましたね。このハンターさん何とかすればおそらくもう勝ちは見えると思います。それぐらい脅威な敵ですね、ハンターさんは。阻止しなきゃ。まずはこれで攻撃ですね。このターンで仕留めれればいいんですけども、おお、結構減った。いいね。
ょうか。これでやっつけれればいいんだけどな。あー残ったか。厄介ですからね。よし、こんな感じかな。あ、やばい。つかないか。ギリギリ。攻めてきたね。集中砲火受けるかな。耐えてくれ。シーカーまでそっちを攻撃してくるか。あぶねえ、ジャビーやられるかと思った。えらいことになってますけど。耐えてくれ。これ耐えなきゃやばくね。耐えられちゃうよね。耐えなきゃ。耐えてくれよ。よし。これを耐えれたんだったらもう OK でしょう。
ジャビーさんでホークアイを潰しに行くか。困ったね。いや、先にこいつをやっつけよう。減らなかったな。ネネトさんにはおとりになってほしいんだけどな。ああ届いちゃうんだ。これ以上前行くとやばいね。やばいけど、困ったこりゃ。どうすれば一番いいんだろう。置くか。ラビーさんはやっぱこいつを攻撃しに行こうか。邪魔だもんな。でどうよ。
がった下がった、もう下がったらお前らの負けだわ。ナイス、いいね、ストールと。とりあえず逃がさん、妖怪は鬱陶しいからね。戦車には全く攻撃できないけど、からいじめだな。こっちもえらいやられたけど、人がないんでないの。だけかい、じゃあ出しとこうかね。
サーさん。じゃあモノケロスさんも出しとこう。間違えた。モンスターこんなに出さなくても勝てるけどねまあせっかくなんで。そらそうだ。さてどういじめようかね。とりあえずモノケロスさん頑張って。大砲の雨だね。対戦者も強いから攻撃できないでしょ相手は攻撃もできないという。まさにいじめですな。なくやられるか。移動式関節車両隣接命中率は低いけど2機も隣接には頑張った方じゃない。
ぜひじゃあとどめを刺しますか、アルマジロさんで。他のとこ取られたらきついんだろうな。はい、じゃあマップ6クリアできました。それではここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回マップ7よろしくお願いします。それではさようなら。